中日関係者、立浪監督は外食で頼むだけ頼んで、さらに一口しか手をつけなかった。井端、健信も立浪さんと一緒に行ったことあると思うけど、立浪さんも食べるじゃん。いろんな種類を食べるのよ。店にあるもの全種類ぐらい食べて、それを一口だけしか食べないの。川上、量は多く食べないんだよね。井端、ステーキ食べた後にハンバーグやトンカツも頼んだりしてね。それも一口だけ食べて、あとは全部俺が食べる。だから体がでかくなるよね。こいつどれだけエピソードあるんや。中国人の富裕層かな。残すのは失礼だって同行者に全部残さず食わせるんよな。止めてくれる同格のやつがいなかった結果が今なんやろな。これヤクザで言う食い詰めってやつな。指詰めならぬ食い詰め。立浪、後輩に食わせてやる俺かっけー。周り、行儀悪いな。牛島くんか何かで呼んだな。部下にハンバーガー何十個も食わせまくる半グレかヤクザみたいなやつ。これ思い出した。メニューの中全部持ってこいはヤクザあるあるらしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。